んにちは、ビュッフェレストラン富士山 YouTube チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。今日はステーキフェアの案内をしたいと思います。令和4年6月1日でございます。6月のステーキフェアの様子をお送りしたいと思います。今回は至急お伝えしたいので、ほぼノー編集でお送りします。
では、ステーキフェアの概要ですけれども、こういった形でお肉を3種類食べ放題でご用意させていただきます。順番に、ステーキを焼かせていただきますので、焼き上がりましたらご案内いたします。焼きたての熱々のステーキをお召し上がりください。ステーキソースは3種類ご用意しております。ですので3種類のお肉と3種類のソースを使っていただくと、結構なお肉を食べることができます。ステーキフェアで使っているお肉3種類の特徴を山中シェフに紹介していただきたいと思います。それではお肉の説明をしてまいります。まずはじめに牛肉の方なんですが、牛肉は赤身の強いサーロインを使っております。焼き方なんですが、中がミディアムぐらいで焼いております。続きまして、豚の方なんですけど、豚は富士宮のヨーグルトを使用しております。調理方法なんですけど、まずはじめに低温調理でじっくりと火を入れた後、表面をカリッとなるように焼いております。続きまして鶏の方なんですけど、鶏は数種類の調味料に漬け込んで臭みを取り、柔らかく仕上げております。はい、それでは皆さん、ステーキフェアのご案内をさせていただきました。今月いっぱいはたくさんのお肉をご用意してお待ちしております。